皆様いかがお過ごしでございましょうか。プルートネットワークのプルート向井でございます。よろしくお願いいたします。今回皆様にご紹介するのはプルート向井が8月に見た映画おすすめランキングでございます。はい、ということでございましてですね、今回皆様にご紹介するわけなんですけども、いろんな映画を見ているとですね、どれを見ていいかわかんないよっていうことはあると思います。僕もそうなんですよ。ただですね、映画というものを見るときにはやっぱ2時間とかですね、2時間半とかかかっちゃうわけでございます。なのでこの動画を見ていただければですね、あ、これが面白いのかな、これいいんじゃないの、自分に合った作品を選ぶことができると思います。では早速いってみましょう。ランキングどうぞ。はい、ということでございましてですね、今回はですね6作品、プルート向井8月6作品見させていただきましたので、早速どんどん行きたいと思います。まず第6位はドントブリーズ2でございます。はい、こちらの作品、まあ僕の中ではですね、8月見た作品の中で最下位という数字になっております。なぜ最下位だったというとですね、前作の衝撃っていうものがですね超えられなかったっていうところがありますね。この作品マンネリを打破しているっていう点ではとてもグッドなところなんですよ。ただ今までの音を出さない、そしてですね吐息もしちゃいけないとか、まあいろんな縛りがある中で老人盲目のおじいちゃんと奮闘するっていうのが前作だったんですけども、本作はですねどちらかというとアクションよりホームアローンみたいなですね作品になっていたんですね。まあこの作品ですね、レビューを見ているとやっぱ賛否分かれてます。僕みたいにちょっとやっぱ合わなかったっていう人もいれば、全然いいじゃん、2の方がむしろいいんじゃねっていう方も多くいらっしゃいます。なので、まだ公開はしていると思います。そしてですね、おそらく今このご時世ですと新作映画ですねレンタルですぐ出ると思いますんで、興味のある方はぜひ見ていただければなと思います。ちなみにですね1は見た方がいいですよ。はい、では続いて第4位でございます。第4位はワイルドスピードジェットブレイクでございます。はい、こちらはですね大人気対策ドラマ、映画のワイルドスピードの、続編ということでございまして、僕もプルート向井も見させていただきました。で、なんで第4位だというと、見終わった後、まあ、ここでもう2、3週間ぐらい経っているんですけど、なんかね、何も心に響いてないのね。いい作品っていうのはやっぱりふと思い出して、あ、良かったな、あのシーンが良かったなって思い出すっていうのがあると思うんですけど、僕はこの作品見てですね今2週間経って何もなんかなんだっけなみたいな思い出せないような感じでございました。ただ頭の中に、残っているのは磁石で車がバチコンバチコンして車がですね宇宙まで行っちゃう、まあそういったところになっておりますね。この作品はねあんまりね続編というかワイルドスピードを見ていない方にはおすすめできない作品なんですよ。もちろんワイルドスピードずっと見てる方っていうのは絶対に劇場で見てるはずなんですよ。でしょ、今見てる人見てるっしょでしょでしょでしょ。なので見ていない人にはおすすめできないです。ただ、ワイルドスピードを1から順番にね、まあ、トラさん的な感じで順番見ていったら面白いんじゃないでしょうか。トラさんみたいにですねいっぱいある作品ではございません。まあ今8か9作タイトルぐらいになっておりますんで、まあ頑張って見れば楽しめる作品なんじゃないでしょうか。続いて第4位ですね。第4位からは、ここからはですね、他の月であれば第1位になっても全然おかしくないよっていうプルート向井がおすすめしたい作品でございます。第4位はフリーガイでございます。まあこの作品ですね本当に見やすい作品でございました。僕はですねゲームが好きなんですけども、このゲーム好きっていうプルート向井が、あ、こんなとこに小ネタがあるゲラゲラゲラって笑えたような作品でございました。ただ笑える要素っていうものもあるんですけども、心にグッとくるようなですねシチュエーションもあったりします。それはなぜかというと、このですね主人公ガイというキャラクターなんですけども、モブキャラ、まあさっきから僕モブキャラって言ってるんです。モブキャラって何かというとエキストラようなもんですよ。背景にいるような何も物語のないような人間なんですけども、実はその、物語を持ってない人間が物語を持っていた、そして自我に目覚めて自分で好きな人と一緒になる、なりたいっていう欲求をですね爆発させる映画なんですよね。そこからですね進んでいって、自分というのはどういったものなのか、自分には何ができるのかとか、そういったものをですねどんどんですねこのガイという男はですね吸収していくわけなんですよ。いやね、喋っていると熱くなっちゃってですね、このまま10分とか語りそうなんで続いていきたいと思います。まあですね、この作品は本当に万人受けする絶対おすすめの作品でございます。もうお子様もいる人もいればね、カップルでねイチャイチャしながら見るのもいいんじゃないでしょうか。ではここから
ら第3位に行く前にですね、このプルートネットワークというチャンネルはこういったですね、映画の小ネタ、新作映画のレビューなどを上げているチャンネルでございます。もしよろしければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。あとはですね、皆様コメントですね、じゃんじゃんお待ちしております。皆様がですね、8月見た映画何が面白かったですか、逆にプルート向かい、それはね、そのランキング違うよっていうのがあったら、ぜひコメントいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。では早速いってみましょう。第3位でございます。では続いて第3位の発表です。第3位はオールドでございます。こちらの作品はあのかの有名な M. ナイト・シャマランの作品でございます。とあるビーチに行ったら30秒で1年年を取っちゃうぞーっていうですね、ビーチだったっていうですね、まあパニックホラーではないんですけども、そういったような作品になっております。でね、この作品賛否分かれるかなと思ったら、なんか Twitter とかで見ていたらですね、よくデビュー良かったね、うん、僕びっくりしちゃった。僕ね、レビュー上げたんですけど、めちゃめちゃ怖かったんですよ。僕結構ね、いいよーって、これおすすめよーっていう感じでレビューを上げさせていただいたんですけども、ロッテントマトの方では、レビューというのがありまして、一般のユーザーと映画批評の方が両方ともですね、どういった評価をしているのかっていうのを見れるんですよね。それが大体ですね、 50% くらいだったんですよ。 50% というのは良くない良くないんですよ。でね、そういったところもありまして、僕もね、怖いもの見たさで M. ナイト・シャマラン見させていただいたんですけど、やっぱ面白かったんだよね、うん、面白かったわけでございます。でね、これで僕は学びました。皆様ね、あんま評価とか気にしちゃダメあんま評価とか気にしてない、やっぱりね、己の感覚をですね、信じていただければなと思います。この作品ですね、M. ナイト・シャマランっていうと大どんでん返しっていうのがですね、やっぱり売りだと思うんですけど、本作というのはあーなるほどねという感覚にはなると思うんですけども、あーみたいな感じではないです。はい、そこは注意してください。なので、本作を見たい方、大どんでん返しというよりかは、30秒で1年取ってしまうビーチで人間が何をするのかというのを面白さに劇場に足を運んでいただければなと思います。はい、では続いて第2位の発表です。第2位は孤狼の血レベル2でございます。いやーねー、レベル2がね、2位なのよ2位なんですけども、めちゃめちゃ良かった、めちゃめちゃ良かった。何が良かったって、上林日岡んーねー、いろんなところが良かったわけでございますよ。やっぱりね、評価の方はいいですよね。パート1という作品がすごい評価が良かったんで、まあそれに拍車をかけるように、やっぱり評価はいいんじゃないかなと思っております。そして、前作というのは僕動画の方でもお話しさせていただいたんですけども、まあ裏の裏、ヤクザの中の何々組と何々組のなんか人間がこんな風になって、ああなって、そこに神さんがいてみたいな、まあそういったですね、人間関係、裏の裏の裏みたいなんですね、そういった作品になっているんですけど、今回というのはもうですね、悪役のですね、上林っていう悪のカリスマみたいな男がいるんですよね。その男と日岡っていうですね、男が戦うわけなんですよ。その中で生まれてくるですね、男の友情なんてない、血生臭い作品になってる。で、ドキドキする、それを楽しむ、これがね、孤狼の血レベル2なわけでございますよ。ぜひ見て、損はないと思います。ただね、やっぱりね、うん、あーちょっと痛いな怖いなっていうシチュエーションはあったりするので、まあそういったのが苦手な方はですね、控えておいた方がいいんじゃないですか。プルート向かいおすすめの孤狼の血レベル2でございます。はい、ではですね、このプルート向かい8月で見た作品の中で第1位を取った作品はザ・スーサイド・スクワットでございます。いやーねー、ジェームズ・ガン、ありがとう、ハグしたい。だんだん近づいてきちゃうからね、もうハグしたいんですよね。そのぐらいいい作品でございました。何が良かったってね、テンポの良さですよ。最初のオープニングですよ。あのオープニングを見たらですね、僕のね、心はテンションマックスマックスでございました。そこからですね、そのマックスマックスの熱が下げないままエンディングまで迎えるっていうのはね、やっぱりね、ジェームズ・ガンってすごいなぁと思いました。で、この作品はですね、僕この前の動画で、レビュー上げているんですけども、まあこの作品逆に嫌いな人いるのかなぁとかお話ししたんですけども、多分いる
いるってかいない方がおかしい。そう、僕ね言い忘れてました。まあこの作品ですね、色というかね、やっぱりねグログロ要素とかね、やっぱね好き嫌い分かれる作品だと思います。ただハマる人はハマる、中毒、もう劇薬っていう言葉が正しいんじゃないでしょうか。なんか最近 Twitter で劇薬っていう単語がいっぱい出ておりましたので、僕もですね使わせていただいている試合でございますけど、すぐ吸収しちゃうからね、すぐ吸収しちゃうのがプルート向井でございますから。はい、あとはね僕ねパンフレットも買いましたよ。好きだったんでパンフレット買ってね、やっぱりねピースメーカーとねブラッドスポート、これね、よかった。この二人ね、光と影じゃないんですけども、やっぱり陰と陽、その見せ方っていうのがいいですよね。ただ、この陰と陽というキャラクターの間にも共通点がある。それがですね、エンディングに向かうにつれて、どんどん歯車が崩れていくっていうのはね、面白かったわけでございます。この作品はですね、ぜひですね、続編を、期待したいなと思っている次第でございます。では皆様、また何かしらの動画でお会いしましょう。皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあね。